ロータス107、ロータス107は、チームロータスが1992年の F1、世界選手権3専用に開発した、フォーミューラ1カー。クリス・マーフィーが設計した。は107倍と、前半戦は 107C が使用された。107は、ロータスにとってに102を投入して、以来の新車となった。102よりも空力面が洗練され、クリス・マーフィーが、 デートンハウス在籍時に設計した CG911 に似たフォルムとなった。ウィリアムズやジョーダンのマシンと同じくノーズ先端が若干リフトしており、フロントウィングは緩やかにカーブしている。よく破体板のボーテックスジェネレーターは二段重ねになった。エンジンはフォード・コスワースのワークスエンジン HB の旧スペックシリーズ V を獲得した。 ベネトンに独占供給される最新スペックシリーズバイと異なりニューマチックバルブが装備されていないがカスタマーエンジンとしてはトップクラスの性能を持っていた足回りにはロータスとしてはの 99T 以来となるアクティブサスペンションを搭載したただし 99T のような完全油圧制御式フルアクティブではなく 従来のパッシブサスペンションに組み込んで、車高制御機能、ライドハイトコントロールを補完する、セミアクティブサスペンションだった、チームは、ファーストライドと呼んだ。フロントは、モノショックでロールを抑制し、アクティブユニットでピッチを制御した。ただし、107をドライブしたジョニー・ハーバートは、1993年の取材記事の中で、セミアクティブサスの状態では、昨年は、 予選でも、決勝でも走ったことがなかった。テストでしか試したことがなかったからね。実際に使える状態までは熟成できなかった。なぜかというと、ソフトウェアに問題があったからなんだ。昨年の後半からはもうほとんど、アクティサスではドライブしていないし、コンポーネンツ自体も、マシンにつけなかったと発言しており、未完成のまま開発が打ち切られた可能性もある。 カラーリングは、名車49へのオマージュとして、ブリティッシュグリーンとイエローを基本とした配色になった。シートやステアリングには、ロータス伝統の赤いバックスキンが貼られている。マシン各部には、タミヤ、日本物産、日物、塩野義製薬、日立製作所、小松製作所、イエローハット、スポットといった日本企業のスポンサーロゴが貼られた。また、 第9戦イギリス GP からカストロールがメインスポンサーとなった。シーズン序盤は旧モデルの 102D を使用し、1992年の第5戦0 3割の GP からジョニー・ハーバートが、第6戦モナコ GP からミカ・ハッキネンが107を使用した。エンジンギアボックスクラッチといった駆動系のトラブルが多く乾燥率は低かったが、マシンのポテンシャル自体は高く、 マクラーレン、ウィリアムズ、ベネトンの後方で入賞圏内に食い込み、二人のドライバーが息の良い走りを見せた。八機年は活躍が認められて、マクラーレンへの移籍が決定した。1993年用に開発された107バイトでは、サスペンションがセミアクティブ式からフルアクティブ式に進化した。セミアクティブでは、前後の車高をそれぞれ調節する機能のみだったが、 フルアクティブでは4輪が独立してサスペンションの動きを制御することができた。これに伴いフロントはモノショックからツインショックに戻されている。なお、油圧シリンダーには故障時のバックアップ用のスプリングも設置されていた。レギュレーション変更に合わせてフロントノーズやリアウィングが縮小された。コースによってはサイドポットコ部にフィンを追加したほか、 流行のメゾネットウィングも使用した。カラーリングはメインスポンサーのカストロールに配慮して赤色の部分が多くなった。レース中のタイヤ交換作業時にはアクティブサスペンションの車高調節機能を利用したユニークな作業方法が取られた。ピットレーンに入るとマシンの車高を上げ、作業位置に置かれたサーフボードのような厚さ3センチメートルほどの板の上に停車してから、 車高を下げる。車体が板の上に乗ると4本のタイヤが宙に浮く。メカニックたちが使うインパクトレンチにはセンサーが付いており、タイヤ交換が終わるとマシンへ無線信号が送られる。すると自動的に車高が上がり、ピットから再発進するという流れであった。この方法ではマシン前後を人力でジャッキアップする必要がないため、 タイヤ交換にかかる時間を短縮することができる。しかし、タイヤが地面からあまり浮かないため付け替え作業が難しく、うまく板の上に停車できない場合は、余計にタイムロスする恐れもあった。1993年シーズンの開幕から採用されたが、シーズン中盤には従来のジャッキアップ方式に戻された。ハーバートは雨絡みの第二戦ブラジル GP や、 第3戦ヨーロッパ GP レースで4位を獲得し、エースドライバーの面目を保った。新加入のアレッサンドロザナルディは、第12戦ベルギー GP のフリー走行、オールージュで大クラッシュ。このレースを欠場した後、ペドロ・ラミーと交代した。フルアクティブサスは最適なセッティングが見つけがたく、グリップ不足と不安定なハンドリングが解消されなかった。また、 資金面の制約から十分なテストを行えずシステムの熟成が進まなかった。最終戦終了後にハーバートがアクティブカーをここに穴を掘って埋めたいよと言い1年間アクティブサスペンションに悩まされたことを訴えていた。1994年シーズンの序盤戦は 107C が使用された。レギュレーション変更によりアクティブサスペンションなど ハイテクシステムを取り除き、新開発の6速セミオートマチックギアボックスと無限、V レエンジンを搭載した。無限エンジン専用の109を投入するまでの、つなぎ的なマシンとなった。無限エンジンを積んだために、マシンは合成不足となり、それを補うためパイプフレームで補強した、ケツ、重量が増えてしまったという。ハーバート、ラミーともに第4000モナコ GP まで使用。 ラミーはモナコ GP 後のシルバーストンテストで、リアウィングが支柱から折れるアクシデントに遭い、大クラッシュにより負傷。大役として復帰したザナルディが、第6戦まで 107C を使用した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。